皆さんこんにちは。横浜 FC 背番号26番、ディフェンダーの袴田雄太郎です。マイラブヒストリー、夢への挑戦、始まります。まず、僕の経歴の話からすると、浜白木サッカースポーツ少年団という地元のチームに入って、中学はジュビロ磐田アンダー15、で、高校は浜松開誠館高校、で、大学は明治大学に入って、そこから横浜 FC に加入して、今プロ2年目です。僕がサッカーを始めたきっかけとしては、幼稚園まではずっとドッジボールをやっていて、将来の夢もドッジボール選手になりたいだったんですけど、小学校に入って、放課後にグラウンドでサッカーをやっているのを見て、すごい楽しそうだなと思って、僕もやりたいなって思って、始めたのがきっかけです。僕は、静岡県浜松市出身で、地元の浜松がすごい好きです。休みの日にはよく浜松に帰っていて、友達とバーベキューしたり、カフェに行ったり、ドライブしたりしています。僕がよく友達とドライブしてお出かけするので、その過去の動画ですけど、ぜひご覧ください。眺める海は透き通って、はい、ご覧のように少し生きてますけど、それは見逃してください。であと、よくパーマかけたのって言われるんですけど、これ実はテンパで、ずっと前はこれが嫌で宿毛矯正をかけていたぐらいなので、はい。はい。こっからは、目標達成のために、僕が取り組んでいることの一つとして、このオープンウィンドウ64っていうものを紹介したいと思います。まず、オープンウィンドウ64の作り方としては、ここの真ん中に、達成したい目標を一つ掲げます。次に、目標達成に必要な活動要素を8つ、ここに、設定します。さらに一つの基礎思考において8つのより具体的な目標を作ります。このオープンウィンドウは毎日見返し、1日の終わりにどれだけできたかを振り返ることによって進化を発揮します。目標に向かって日々行動をし、何ができて何ができなかったかを毎日チェックします。これを繰り返します。その先に自分にとって価値のある目標が達成できます。僕が2年以内に掲げた目標は J1 ベスト11に入ることです。今シーズンの目標は20試合以上に出場し、チームのトップ10入りに貢献することです。地道が近道と書いてあるように、やるべきことを優先して小さなことでもコツコツとこだわってやっていきたいと思います。最後になりますが、今コロナウイルスで世界的にとても大変な状況に陥っています。J リーグが再開する日に向けて、僕たちもコンディションを落とさないために、各々でトレーニングをしています。またスタジアムでお会いした際には、皆さんを笑顔にできるように、また皆さんに笑顔を届けられるように頑張っていきたいと思います。今は極力外出を控えて、しっかり手洗いをして、感染しないことが何より大事だと思います。この状況を一緒に乗り越えていきましょう。